どうも、辻中です。新宮です。今日は、長谷先生来てもらいました。長谷先生は、うちの講師なんですけど、なんと異色の経歴で、山梨大学部から再受験で東大に行き、東大の薬学部に進学して、編入試験で大阪大学医学部に行くという。やばいですね。まあ、変わった先生。大阪大学医学部に進学することになっただけで、他にも筑波大学医学部に合格して、東京医科歯科大学も一次試験は合格したんですよね。コメントこれ満載。なんで、まあ、いろいろ聞いていきましょう。結果医学部行くのになんでそもそも東大来たんですか。一番大きかったのはやっぱいろんなこと勉強したかっていうのが一番大きいですね。山梨大学医学部時代はあんまり満たされなかった自分の勉強力。そうですね、もうこれ教養ちゃんとやりたいなっていうふうにずっと思ってたんです。滑り止めですよね、山梨大学医学部。そうですね。あ、そうなんですか。もともとは前期で、前期三重大学の医学部で絶対受かると思って、受かると思ってたら落ちたっていう。まあまあそんなもんなんです。僕もそうなんですよ。九州大学医学部絶対受かると思って落ちて滑り止めの新州大学部なんで。あ、そうだったんですね。まあ、あと山梨大学部は再受験で結局1年生だいぶいなくなるんですよね。何人ぐらい毎年いなくなるんですか。多い時は 4,5 人。あ、 4,5 人はいなくなる。100何人ぐらいで、そこのうち5人ぐらいが再受験でいなく、そこでも5人再受験でいなくなるのは珍しいですよ。いや、だいぶ珍しいですね。なんで山梨大学医学部とか信州大学部は滑り止めになってたかっていうと、後期が二次試験の方が配点が高いんですよ。センター試験の配点が低めで、二次力ある人の滑り止めになりやすいんです。信州大学部再受験でいなくなる人は1人2人いるかいないかぐらいなんで、5人は多いですね。何をモチベとして再受験するんですか。医学部入ってるからええやんって思っちゃうんですけど。多分一番多いのでも理想行く人が一番多いですよね。理想行く人が多いです。あ、そうなんだ。もっと自分上の大学行けたのにみたいな思いでくすぶってる人たちがいるんで、じゃあ医学部に入れたからっていうよりかはシンプルに学歴高いところに行きたいみたいな。あ、そう、東大志望だったけど滑り止めに早慶行って再受験するみたいな感覚ですよね。文系とかで言うと。それめっちゃ納得いきますね。医科歯科行った人と慶応医学部行った人とかなんかいますね。そっから理に行くの珍しいですよね。なんで理にしたんですか。合格最低点的に、まあ、理にが一番受かりやすいんですけど、東大に行きたかったって感じですかね。そうですね。やりたいことがたくさんあったんで、一本に絞るのっていいのかなって思っちゃって、もうちょっとなんかいろんな世界を見たいなって思いました。なるほど。で、実際東大ってどうでした。よかったですよ。いろんなことやっぱ学んで。まあそうですよね。分離問わず。教養のレベルが。教養レベル高すぎる。違いますよね、本当に、ね。教養じゃないです。東大の教養は何だったんだろうって感じもありますよね。何が印象的だったとかあります、授業とかで。中国語選択で教養学部のこう教授と一緒になんか適宜中国文化を学んだりしてました。中国語結構喋れちゃうんですか。ちょっとはっていう。すごい。すごいですね。そもそもなんで医学部とか東大とか受験しようと思ったんですか。高校生の時は手になんか寮生の資料があって、なんかそれ取ってもらったんですよ。医学部いいなと思って。医学部か東大かは大学受験の時には悩まなかった。高3の時になんか狙えそうになってきたぐらいだったら迷ったこともあったんですけど、微妙に達しないなっていう。英語が苦手だったらそうなりますよね。高校はどこだったんですか。福岡県の東筑高校という、まあ、北九州の公立高校です。福岡から山梨行って、そこから東京に来たそうですね。新振りの時も最初医学部出してましたよね。そうですね。もうそれダメだった。新振りで医学部に行くっていうのは東大生だから上位数パーぐらいしか行けないので、とんでもない挑戦です。とんでもない挑戦だったんです。結局新振り何点ぐらい取ってます。85点ぐらい。82、3点とかだった気がする。82、3点って普通に高いですけどね。高いっすね。維新って結局何点ぐらいあればできるんですか。理にから東大医学部行くためには。第2段階だったら87、8、9。あ、たまにこう低くてもこう面接で取られるっていう噂があった。それに勝ちた。それだいぶかけてましたね。面接でなんとかなるかもずっと言ってたんで。なんとかなんとか。そもそもなんで薬学部行こうと思ったんですか。まあ、池谷先生とかいるしなんて。勉強法とかの本も出されてることで有名な池谷先生ですね。僕すごい池谷先生興味あるんですけど、どんな人でした。めちゃめちゃ優秀な先生ですよ。薬理学の授業も垂れてるんですけど、記憶が良くなるという噂の薬がある。へえ。その研究成果を教えてくれたりとか。使ってみました。いや、使ってみました。東大の薬学部ってだいぶ変わってるんですよ。ほとんどの人は薬剤師の免許取れないんですよね、東大の薬学部は。10人しか取れないです、今年は。何人中。80何人中の。カリキュラムとしても取れないんですよね。取れないです。そう、みんな大学院に行きます。大学院行く人多いです、ね、結局4年生なんですよ最初。教養学部で2年薬学部でそのまま2年院で。ちなみにどういうとこ就職するんですか。製薬が多いですね、やっぱり大手の。薬学部っていうと6年生だったりするところとか多いですもんね、うん、東大の薬学部行っても薬剤師の免許取れないなんてもったいないなって気がするんですけど、一瞬しますね。製薬会社とか行くから結局みんなだいぶいいんですよね。結構いいらしいですよ、やっぱり。割と医者と変わんないぐらい給料もらえるらしいですよね、うん、マジですか。コンサルに行く人もい
いてです。東大の理系コンサル多いですよ。だって医学部行ってもなんか10人ぐらい理算エタクスにコンサル行きますよね。なんか、うん、ゼミの後輩で理算だったことが Google で行きましたもんね。日本で一番医者にならない医学部って言われますよね、うん、東大理算は。そうですね、衝撃的だったのが実験が器具作るとこから始めるんですよね。そうそうそう、縦やり作りますそういった環境から院で薬学系に行くって選択肢もあるじゃないですか、はいはい、なぜそうじゃなくて編入試験で医学部に行こうと思って。うちの薬学部は神経科学が結構強みだったんで。薬学部の神経科学が強みなんですね。いや、ちなみに薬学部は薬の研究してないんですよ。え、何にしてるんですか。あの、基礎研究してます。もう医学部の研究と基本的に変わらない、似てるようなところばっかり。あ、薬っぽいことやってるのはもう何個かしかない。でも神経科学が強かったんで、うん、はい、勉強してみたんですよ、何人かで。でもそれで面白いなっていう思ったっていうのは、実際研究室に行って神経科学の研究とかやってみて、さらにこう臨床のところからやってみたいな。あ、なるほど。思うようになりました。だけ聞くと僕絶対面接で聞かれたんじゃないかなと思うことが、医学部辞めたのにまた医学部に来ることがめちゃめちゃ聞かれました、ね、絶対周りからもったいないって言われたでしょ、医学部辞めるなんてみたいな。私も親とかにも言いました。これから大阪大学医学部に入ると思うんですけど、はい、どういうことしたいとかあるんですか。やっぱラボ入りますね。研究室、研究室、ね、編入生がよく入る部活があるらしいんですよ。あ、へえ、部活で何が楽しいですか、研究で。わかんないことを知るのが楽しいです。幹細胞っていうの研究やってるんですけど、うんうん、結構知られてないんですよ。だからすごい出し惜しみされてる感じがします、ね。